こんにちは。こんにちは。はい。今日は西那須の野木神社の近くのカールマーケットさんにお邪魔したいと思います。実はファッションコーディネート対決をしようと思います。何にもテーマとか何にも聞いてないんで。はい。では行ってみましょう。はい、じゃあ今日はやってきましたカオルマーケットさんですね。はい、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。店長のリナです。リナちゃんです。よろしくお願いします。で、今日は実はこちらのファッションコーディネートさんしてみようかと。今日テーマを持ってきました。初めてだね。テーマは年下の男の子とね、遊園地デートに行く編です。年下若いからカラーのボールを持ってきたので、はい、この中から一人一人ちょっと色を選んでいただいて、その色をちょっと一色取り入れて、どっかに入れて、そうです、そうです。せーの、じゃん。ピンク、青、黄色です。はい。じゃあその色を一色取り入れた年下デート、はい、遊園地デート編、レッツゴポイントは、このちょっと春らしいピンクで、年下の男の子にも一緒に恥がないように。テーマはブルーでした。ブルーなので水色。上手だね。ダボっとしてやっぱりメンズの服でメンズっぽいので、最後にちょっと見つけたこのピンクのキャップで女の子らしさをアピール。ポイントはですね、流行りのラガーシャツに大きめのデニムが流行ってるので、はい、流行りを合わせて。ピンクですね。あ、そうピンク。罰ゲーム。はい、じゃあ今日の罰ゲームに。なんだろう。バット。これね、さっき100均行って買ってきたの。これ。でしょうね。まあ200円なんだけどさ。何？お面も？これね。すごい。さっきね、ドンキ行って買ってきたの。そうそうそう。はい、じゃ行くよ。はい、スタート。1、2、3。